はい、皆さんこんにちは。金美館通りの藤村です。今日は久しぶりに VR ホラーのバイオハザードビレッジをプレイしていきたいと思います。ちょっとね、すっごい嫌なんだけど、ちょっと VR のプレイ動画をね、出さなきゃと思って、まあ出すんだったらやっぱり受けがいいのはホラーかな。まあ皆さん藤村の絶叫を聞きたいかなということで始めていきたいと思います。まあ VR ホラーはね、あれなんだよ。最初のさ、プレステ VR1 で出たバイオハザードの7が怖すぎて、あれがもう全く体験版でギブアップした経験があるのでね、ちょっとこれも嫌なんだけど、まあ一応このビレッジに関しては体験版と、あとね、チュートリアルは問題なくプレイできたので、まあ、7よりは敷居が低いかなと思って、ちょっと今回挑戦していきたいと思います。じゃあスタートゲーム。始めていきたいと思います。あーなんかもう嫌なんだけど。チュートリアル一回やったんだけどな。チュートリアル飛ばせないの？何か言った？何も、寝かせてくれ。いきなりね、この赤ちゃんを寝室に寝かせてこいって言われたんで、ちょっとなんかリアルで怖いな、この子。家の中もいきなりちょっとなんかもう、不気味な感じなんだけど。待って、どこ連れてきていいの、この子。あれが、この人が奥さんね。これなんかバイオハザード7で、あれだよね、化け物みたいになってた女の人だと思うんだけど、ミアっていう人。でも7は全然プレイしてないので、あんまりストーリーが藤村はよくわからないです。これね、藤村がポンポンしてるわけじゃなくて、勝手にこの画面上の手がポンポンしてる感じで。まだこの辺は多分、この赤ちゃんを置いてくるまでに、いきなりなんか出てくるってことはないと思いたいんだけど。ちょっと待って。やだ。やだー、このさー、何もない部屋の感じがすごいやだ。ちょっと待って。どこ？もうすぐだからな。もうすぐだからなってことはこの部屋、子供部屋じゃん。よし、子供部屋。あれか、あれに寝かせりゃいいのね。はい、ゆっくり寝てください。よし、いい子だ。大丈夫、すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。よし、何も出てこないよね。なんでこんな薄暗いの、すごい嫌なんだけど。この部屋のもん触れるのかな。触れる。触ったら動いてしまった。あんまり動かせないんかな。なんか暗くてすごい嫌なんだけど。パソコン、またミアと喧嘩した。弾みでつい3年前の事件のことを口にしてしまったのが原因。ヨーロッパでの暮らしにも慣れてきて、ローズの世話もできるようになった。でも俺の心の一部はまだあのベーカー邸にとらわれたままだ。あれだね、セブンの話をしてるんだね。ミアが神経質になるのもわかる。だけど全て忘れて過去を封印することが本当に正しいんだろうか。ローズとの未来を紡ぐには、あの日俺たちが経験したことにもう一度向き合う必要があるんじゃないか。それがあの子への責任だと思う。本当はミアも分かってるはずだ。出なければ病院であんな取り乱したりしない。よくわかんないけど、セブンではめでたくあの奥さんを救い出せたということだよね。なんか今ここ開けられる？検診結果、ローズマリー・ウィンターズ。これあれか、あのベビーの検診結果ですね。身長62センチ。
追加実施の心筋感染症検査の結果については検査協力機関のほにゃららより別途連絡をお待ちください。心筋感染症検査。ローズは平気だ。あ、何何、なんかやだな。あの赤ちゃんも感染して変な化け物になっちゃうわけ。触れない？触れないみたいですね。ガンサバイバー。そんなすぐに吹っ切れるもんか。これすぐね、この被ってるヘッドセットがずれちゃうんだよね。はあ、あとこれぐらい？はあ、あれか、家族写真。おおお、掴めるのかこれ。お、あれだ、病院の生まれた時の写真じゃんこれ。ずっとこのままでいられたら。可愛いというかやっぱちょっと不気味なんだよな。まあいいか。とりあえず何も出てこないよね。まだわかんないんだけど。え、まだだって武器とか何も持ってないんだけど。あと何これ、いろんな部屋行ってみた方がいいんかな。入れるの、そもそもあれ入れる、開いてないとか。うわ、入れるんやん。あー、やだー、トイレとかやだー。うわ、なんかやだ、窓やだ。鏡映んないのこれ。ミアの常用薬、薬飲んでんの、メンヘラじゃんミア。ああ、何、今なんか音しなかった。え、誰もいないよ。え、誰もいないよね。は？え、あっち暗い。あっち暗いけど行ってみるか。何これ、あ、夜なの？朝なの？ちょっと外明るいじゃん。あ、何？うわ、怖い！何の音？何の音？なんでもない。残しておいた人形、もう捨てないとな。あ、これ、この人形が鳴ってんの。ちょっと待って。藤村の立ち位置が。よいしょっと。ああ、いい感じじゃん。このソファーとか素敵だよね。あ、いた！なになに？ドア勝手に開いた？怖いんだけど何もいないよね。なんか落としてやめて。ローズが歩き始める前に掃除しないと。一人ごとやめて。東欧の城建築士。怖い。怖い、もう汗かいてきてる。やめて。あ、これあれか。世間じゃもう過ぎた話か。このボタンで取れるのか。有毒ガス事故調査終了へ。ガス事故が自然噴出によるものと結論付け、調査を終了することを公式発表した。あ、事故では近隣に住むジャック・ベイカーさん一家4人が犠牲になる。これセブンで出てきたあの一家じゃん。また事故当時現場を訪れていたと思われるイーサン・ウィンターさん夫妻については、現在まで所在がわからない。ここにいるよ。ここにいてなんか一家団らんしてるけど、まあ、いいか。とりあえず、赤ちゃん寝かせたから戻るか。でもなんかさ、重要なアイテムとかあったら嫌じゃん。あ、怖い。これ何時？自分の足音なの？もう大丈夫。降りて大丈夫だよね。ああ。ごめん、ドア開けっぱなしでごめんなさい。ああ。待って、あんまり早く階段降りると酔う。ちょっと待って、ゆっくり。はあ、なんでこんな薄暗いんだよこのうち。こっち行ってない。いや、最初にいたリビングかもしれないこれ。
ああ、待って、キッチン。もうやだよ。あれ？なんか、どっち向いてんだかわかんない。あ、いた。ん？動けない。あ、なになに？勝手に動かないで。赤ちゃんらしく。ああ。いい匂い。これは？な、まだだめ。なんで勝手に動くと言うんだけど、ちょっと。地元の料理よ。すっかり地元民ってわけだな。地元のワインも。でもあなたがいじけたままでいるなら、めっちゃ目の前にいる感がすごいな、これ。お、美味しそうじゃないですか。待って、勝手に視線がめっちゃ動くからこれ気持ち悪くなっちゃう。クリスに引っ越しさせられて戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ。ごめん、話聞いてなかったね。あなたと私とローズ、今はそれで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられる。なんか深刻な話してる。とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。あ、なに？なんだ？なんかいるよね。なんかいるよね。いや、伏せろ。あ、ちょ、待って。なんか来た。ミア、どうして？え？ごめんなさい。ちょ、な、人じゃん。なんでお前が。悪いな、イーサン。やめろ。やめて。やめて、ちょっと。なに。終わりじゃないの？終わっていいよ、もう。ちょっとさっさと歩け。え、なになに？あ、ごめんなさい。以上なし。赤ちゃん連れてかれちゃう。なに、ちょっとしました。やめて、あの銃を向けないでください。おい、ローズに触るな。イーサン、やめとけ。あ、結構イケメン。ああは立ち上がってるのに、このなんかあの VR 内ではなんかあの寝転がってるのが変な感じが。何が起きたのか分かんないんだけど、ちょっと奥さんの話もっとまともに聞いとけばよかったな。何。先生、わかりました。伺います。娘、やっぱりなんかあんの？先生からだ。来週来いって。なあ、ミア。悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね。ここのとこその話ばっかり。何度も言ってるわよね。心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ？ミア、ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ？私たちのことよ、イーサン。あなたは分かってない。分かってないの？ミア、何の話だ？何かあるなら話せよ。なあ、言ってくれ。くそ、こんな時に。死んでるし。ちょ待って、自分で操作できない。あ、近づかないで、近づかないで。何の話だ？クリスはどこにいる？ローズは？一体何があったって言うんだ。
え、こっから始まんの？こっから始まんのすごい嫌なんだけど。なんか落ちてる。どうやって飛んの？どうやって飛んの？取れない。あ、取れた。なになに？作戦概要。目標の殺害及び遺体収容。ローズマリーとイーサン。あれか、赤ちゃんと自分か。両目は検査のためサイト C まで移送。最低2名の武装兵を添乗させること。え、なんかやっぱ完成してんの？あの赤ちゃんと、赤ちゃんも。え、ちょっと待って、携帯取れない。携帯が取れない。もう使えそうにない。はい。あ、っていうかちょっと待って、もうなんか出てきそうな雰囲気じゃん。これ入れますか？入れなさそうな感じ。あ、もうやだ。これは車はもうダメですか？横転しちゃってんだね。あ、なんかいっぱい乗ってなかった？もっと。この人どっか行っちゃったってこと？あ、絶対これこっち行け、こっち行けってことだよね。え、すごい嫌なんだけど。え、すごい嫌なんだけど、行くしかないじゃん、これ。あ、すごいリアル。足を雪踏みしめてる感じがすごいリアル。はあ、あー、ちょっとやだこれ、やだ、すごいやだ。え、だってチュートリアルでさ、銃とかさ、ナイフとかいろいろ使ったのに、まだ何も持ってないから、なんかいきなり出てきても何もできないんだけど。え、暗い、明るいのここまでじゃん。なに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 、暗い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 。え、一気に一気に行こう、一気に行こう、走ろう、走れない。あ、やだ暗い、もう。なに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 、もう、なに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 、もう行き止まりじゃんこれ。え、でもこっちだよな。やだやだやだ。あ、もうやだ、無理なんだけど、ちょっと。あ、なんか落とせる。なに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 、なんか出るんだったら早く出てきてよ。もうさっさと行く。あ、しゃがむ、立ち上がる、しゃがんで通る。いや、なになに、手怪我したじゃん、痛そう。え、立ち上がった？立ち上がってないような気がする。ええ、どっち行くの？こっちでいいの？え、立ち上がってないよね。なんかすごい視点が低いんだけど。あ、立った。立ったけど。怖いんだけど、ちょっと。なんでこんな暗いの？やめて。外なんだから、もうちょっと明るくてもいいさ。やだ。何も出ない。何も出ない。なんかあるじゃん、向こうに。え、向こうちょっと明るい？ちょっと明かりがある気がする。え、いや、え、これ車？戻っちゃった？あれ？え？これ最初のとこ戻ってきちゃってるじゃん、ちょっとやだ。意味わかんない。あれか、なんかしゃがんだりしてるときにぐるぐるって回っちゃったか。あー、もうやだ、もう一回あそこ行くの？でももう何も出ないのは、
とりあえずそこまでは何も出ないのは分かったからさ。ああもうでもこれすごい嫌なんだけど、なんでこんな雪山、寒そうな雪山なのに全身汗だくでやってんだろう私。なになに、道合ってる、道合ってる、なんか降りてきたよねここ。これあれか、あここしゃがんで通るでしょ。でしゃがみを直すのが、あれ直んない、あ直った、こっちこっちでいいの、こっちはまだ、うわっ、なになになに、後ろ怖すぎて振り返れない、なんもない、ちょっと脅かしただけってやつ。なに、なんか絶対なんかいるじゃん、絶対なんかいるじゃん、え、どっちどっち、え、なになに、なになに、え、あ、めっちゃ後ろ怖い、めっちゃ後ろ怖い、やだ、なんかいる、え、なにこれ、え、カラス的なやつ、あ、なんかもうやだー、もうやなんだけど、これちょっとさ、なんでこんなさ、もう、はあ、待って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 、なになに、これもうな、ちょっと待って、どっち行くの、なんかこれいっぱい、あ、あれまだ生きてるからバタバタしただけ、もうちょっとさ、もうちょっと心臓に悪いんだけどこれ、ちょっと待って、そろそろ出口じゃないのこれ、ね、ちょっと待って、どっち行けばいいのね、ちょっと待って、また戻ったりしてないよね、もうとにかく、うわー、待って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 、よくわかんないけど、もうとにかく進むよ、もうやだもんここ、あ、なんか、なに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 、なんか橋なの、はぁ、ちょっとすごい嫌なんだけど、え、なに、川、あ、めっちゃ鮭みたいなのいてる、あ、もうやだ、ちょっと待って、周り見渡す余裕ないです、なんか、なんかちょっと待って、でも、あ、家、ちょっと待って、はこれちょっと、え、これ入んの無理、え、なになに、解除しないで接続、いやいやいや動けてるけど、え、ここ入んのちょっと嫌なんだけど、でも絶対ここ入んなきゃじゃんね、ちょっと、やだ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 、じゃあ私もちょっとやだ、暗すぎるよ、なんか武器、銃とかください、なんかある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 、あ、使えねえ、めっちゃじゃがいもある、あ、暗い、ちょっとやだ、なんかもうすごいやだ、気持ち悪いんだけど、汚い、もうやだ、バイオセブンもさ、体験版がこういうなんかめっちゃ汚い家だったから、すっごいそれが嫌なんだけど、なんかもうさ、なんなん、とにかくちょっとなんか武器とかないと落ち着かない、なんもないじゃん、ちょっと、やだ、なんかいるじゃん、絶対なんかいるじゃん、ちょっと待って、
もう最悪なんだけど。ああもう、絶対これ降りなきゃいけないの。もう、いやだ、もうやんなきゃよかったこれ。ちょっと待って、これなんか持てないの？これ持てないの？なんか明るくして、もっとなんか、これ全然暗いじゃん、全然暗いじゃん。何も出ないのこれ、雰囲気だけこれ。ちょっと何わかんないけど、人じゃない。倒れただけ。何もいないのが逆に怖いんだけど。何、もうすごい嫌だ、すごい嫌だこれ。なんか人入ってたりしないの？何、なんかモーションがちょっと、おかしい、おかしい。何、さっきから落とすんだけど、すごい。何、もうやめ。何、なんか出てきた。出てきてないの？もうこれ行き止まりじゃん。どっか出口ないの？戻るのこれ？だってもうこれ以上あっち行けないけど、なんか。何、なんか見落としてる。もうやだ。何、絶対なんかいるじゃん。ちょっと待って。勝手に開いた。ちょ待って。これ出らんねえ。いや、ちょっと待って。待って、なんで勝手にくぐるの。ちょっと待って、絶対なんかいるじゃん。いないの？何の仕事だ。外明るい。ちょっと外出る。朝になってる。これ出ちゃってよかった？どこ行けんの？なんか明るくなってるとすごい気が楽。何？乗り越える。こっち全然さっきと違って明るいから余裕。これは余裕。もうマジで暗いのやめてほしい。バツ登る。あっ、もうさ、ずっとこういう外だけにしてほしいんだけど、ああいう真っ暗な家の中とか本当にやめてほしいんだよね。あ、綺麗。ここは一体どこなんだ。なんかむしろ綺麗。何あれ、お城？なんかすごいいい感じじゃない？どっち？あっち？あっち行けない。行ける？なんかまともな仲間みたいなん出てこないの？ダメージが。
あ、なに、クマじゃん。馬？馬ですね、かわいそう。ああ、まあさっきに比べたらだいぶさ、なんかでも変な音してる。あ、ドア開いてる。あ、卵めっちゃもったいないですね。あ、開くんだ。え？誰もいないのか。でもついさっきまで人いた感じじゃんこれ。あ、すげえ汚い。ちょっと片付けなよ。めっちゃ汚いよこれ。やだ、何？なんか出てくる。うん。そろそろさ、銃とかさ。何？なんか人いる？これ。人入ってない？触れないの？え、でもめっちゃ動いたら怖いからやめとこう。え？え、絶対人入ってんじゃん。すごい怖い。なんか、なんか。鍵。いや、もう、なにー、なんかいた。こっち？こっちは？なんもないの。はあ、もうやだ。いや、外だからちょっと余裕な感じはしてたけど。え、どっち行こう。とりあえずこっちから行ってみるか。なんかいる？なんかいる？じゃあまたあのカラスか。これ、何なんか食べるんですか？ああ、ん？共同墓地加工場採取場。ああ、あれだよね、バイオハザードビレッジだもんね。村なんですね。なんか変な音するけど、誰かいるんですか？どっか入れる？これ入れない。なに、なんかあそこまたドア開いたから入ってくださいってこと？ん？なになにこれ？え？さっき入ったとこ？まだ入ってない。入ってない？あ、ナイフやった。え、でもナイフとか武器出てきたってことは、もうさ、敵が出てくる、敵が出てきますよっていうことだよね。あ、これもさ、なんかさ、絶対、あ、なんか変なとこ行っちゃった。ん？あ、そっか、ナイフ、あ、ナイフしまえたと思うんだよ。あ、ナイフどこ行った？あ、ここにある。あ、落としてもちゃんとここに戻るのね。住人はどこに行った？何の音なん、さっきから。外でもだいぶ明るくなってきた。うん。とりあえず昼間だと安心する。これ開かない。いや、これ開くんだ。待って、ちょっと待って、絶対なんか出てくるんでしょ。ナイフ持っとくよ。なんか絶対出てくるでしょ。うわ、ん、ぁ、撃つな、撃つな、撃つんじゃない。誰がよこした？誰って？なんか、また、今のうちに知る人だ。
はい、触んないでください。近い。ナイフ。やつらだ、やつら。今のは何なんだ。銃は、え、銃は持ってるよな。銃持ってない、銃持ってない。なに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 、ちょっとじいさん、私にも銃ください。ありがとう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 。え、ちょ、早く貸して貸して貸して。あ、なになになに、もう先、セーブ、お疲れ様です。